098TV。 そういえばこの前、はい、こう日曜日に国際通り行ったわけ、はい、もういろんなパフォーマンスやってて、もうあれ見てるの超面白いよね。ねえ、面白いですよ ね、 ね。みんなそれぞれ極めてその場に臨んでるわけじゃないですか、うんうん、生き方にちょっとね感心してるところあるんですよ、ね、東京都が、うん、あの以前今まではそういう道路でパフォーマンスすることをある程度規制してた社会だったのを打ち破って大道芸人を育てようみたいなことで、なんかこうゾーニングしたんですよ。このエリアでは大道芸やっていいですよって。でそのなんか出演するのに資格まで与えるみたいな。そう、それから全国的にね、我が町でも我が町でもっていうことで、うん、遅ればせながら、うん、沖縄の国際通りでもあのパフォーマーが集まるトランジットモールがスタートしたんです。いろんなね、うん、あの表現方法を今用いて取り組んでる、うん、そんなパフォーマーあるいは大道芸人をですね、うん、今回お呼びして、ディスカッションしていきたいと思います。それでは大道芸人ストリートパフォーマーの皆さんどうぞ。よすごい、はい、どうもゆっくりこんにちは。にぎやかにぎやか。沖縄の子供たち、こういうのカオスって言うんだよ。ということで、本日のゲストは大道芸人パフォーマーの皆さんです。よろしくお願いします。それでは自己紹介の方していただきましょう。ケンジさんからお願いします。はい、大道芸人のケンジと申します。よろしくお願いいたします。ピエロのファンキーです。よろしくお願いします。はい、動くマネキンの人間失格と言います。よろしくお願いします。名前のインパクト、ねね、人間失格言いづらい。やらせていただいております、ね。皆さんはどんな芸とかパフォーマーとして披露しているんですか？ケンジさん、やっていただきましょうかね。はい、早速、うん、失礼します。失礼します。失礼します。はい、じゃあこれ乗りましょうね。いきます。はい、乗れるの？もうやった。やっぱ最初は、ちょっと、ギュッて。え、怖い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 。怖い怖い怖い。え、笑顔で。あ、はい。いきますよ。もう少し。怖い怖い。え、怖い怖い。はい、さこい。笑顔で。あ、すみません。行きますよ。行きますよ。しっかり。はい。しっかり。行きますよ。ええ。いろんなの。しっかり。ゆっくりなのね。結構すごいすごいすごい。トリプルしないで。トリプル。トリプルしないで。あ、すみません。はい。せーので右手離してください。はい。せーの、右。離した。上に上げてください。はい。すごい。あそこあるさ、あれまだ行かない、まだ行かない。ちょっとよ、合図ですよ、はい、せーので行ってよ、はい、なんて言う、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。せーの、入って、はい、よし、頑張れ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 、勝った、勝った、勝った、違う、勝った。 OK、 いいよ、バイバイ。え、もうバイバイ、バイバイ。せーの、すごい、せーの、これ手拍子。終わり。おいて、おいて、おりて、おりて、おりて、どいて、ジャンプ。よし、はい、おー、素晴らしい。どりゃ、何もやってない。ありがとうございます。なんかロマンシャが初めて仕事した感じでね。ねえ、あの、疲れました。ロマンシャさんが車輪になるのかと思った。いやいや、ならない。私は回らない、回らない、ね、まま、楽しかった、楽しかった。拍手。098TV。 それではファンキーさんお願いします。お願いします。はい、まあ、こんな感じで風船を作らせていただいているんですけども、ありがとうございます。よいしょ。おお、すごい、めっちゃ可愛い。これをね、ここにつけさせていただいて、いい、よいしょっと。あ、可愛い、すごい。あゆみさん、お願いしていいですか？お、チャレンジ。いや、じゃあ、いいよ。はい、くる感じですか？はい、頼むように。ね、玉ぐらいのとこでくるくるっとひねって。怖い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 怖
怖い怖い怖いよ。これをじゃあ折り曲げて輪っかにして、はいはいはい、ここをこうします。おお待って怖い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 、変顔してますね。できる子。はいはい、そうギュッと、はいギュッと、はい、はい、上手。おー上手。おーこれだけですごい嬉しい。じゃあのこの中にこれこうやって突っ込みますか。そうそう、え大丈夫、はい、放送できる。できるよ。いいよいいよ、引っ張れるの。ねね、そうですそうです、上手。反対反対に持って、こっち持って、はい、イエーイ。そういうことね。マキさん、これちなみにこういうキャラクターのこれだけの作品作るのどれぐらいかかるんですか、時間。うん、まあこれで、うんうん、1時間ぐらい、作っちゃうの。098TV。 それでは人間失格さん、よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、皆さん、はい、ちょっと想像してください、はい、ショッピングセンターに買い物に行きますよね。行きますよ。でショッピングセンター終わって駐車場出ますよね。出ますね。その時にこういう質問されたら答えられますか。あなた今ショッピングセンターで見たマネキンで印象に残っているマネキンはありますかと。で僕はですね、マネキンが動けば人が注目してくれるかもしれない、そしてそのマネキンを写真に撮ってSNS で拡散すれば洋服の PR になるかもしれない。すごい。そうしたら俺、うん、深いね、うん、お金稼げるかもしれない。やっぱりリアルなやつは。それで思いついたのがこの動くマネキンの人間失格です。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいシュールだったからどうしようかな。僕一緒ディレクターに確認したんですよ。大道芸ですよねっつって、うん、ディレクターがいいよいいよネタいいよって言うから。そんな感じで、はい、あのごめんなさい、僕あのパントマイムの、うん、技術の未熟な部分を、うん、トークでカバーするっていう。もう皆さんご存知だと思うんですけど、よく喋るなこいつ、要は自信がないんですね。自信のなさをトークで今ごまかしてるんですよ。 098TV。 それでは早速皆さんにいろいろ聞いていきたいんですけれども、うん、大道芸人に興味を持ったきっかけって教えていただけますか、ケンジさん。はい、うん、中学校の時に、テレビでパントマイムをやっていて、うん、あこれ面白いなっていうのが最初で、まあ、それからいろいろ自分で調べていくと大道芸っていう、そういった、まあ、その時は職業じゃなくて、まあ、そこまで確立されてなかったんですけども、これをちょっとやっていきたいなっていうのは、まあ、その時に思いましたね。しっかりとあのこれって思ったのは中学生以降。そうですね、まあ、それで、うん、その資料がないので、うん、自分で鏡で練習したりとか、ただそれが正解かどうかが分からなくて、まあ、それで、まあ、ずっとやっ、あとお手玉とかマジックとかっていうのもあったので、やっていって、それがたまたま上野でいろんな芸人さんを見たときに、うん、あこれ職業になるんだってその時に思いましたね。それがいくつぐらいですか。その上野に出会ったのが18ですね。東京の方でずっと活動してて、うん、まあ、こっちに降りてきましたね。実際沖縄のそのいわゆる大道芸人さんが活躍する舞台、はい、ある機会ってどんな感じですか。最近ですね、最近になってようやく増えてきたっていうか浸透してきて、うん、まあ、依頼を受けるようになったんですけど、うん、自分がやっぱり来た時にはそのトランジットモールができるちょっと前ぐらい、うん、3、4年前ぐらいで、うん、あんまり需要がなかったんですけど、無秩序にそこら辺で、まあ、うん、芸をやって、うん、まあ、取り締まりもやっぱり厳しくなってきますね、徐々にそういったのも。はい、今はどうですか、取り締まりとかやれる場所増えました。基本自分のやることがその許可をちゃんと得てそこで自分を表現すると、うん、自分はそこは守ってるんですけれども、そうやって営業というか仕事をしていけば大道芸というものがちゃんと浸透してくると、うん、仕事として成り立ってくると思ってるので、うん、環境を増やすこと、そういってちゃんと営業して環境を増やすこと、うん、でちょっとずつは広がってきてます。うん、はい、そうなんですね。じゃあ続いてファンキーさん、はい、
いかがですか、興味を持たれたきっかけは。私はですね、まあ、思い起こせば、幼少期に、木下大サーカスを見て、知恵熱が出まして、興奮してサーカスに行くと言って親にね、土下座をしたって思い出は、そういえば今思い出しました。まあ、そういうのは昔ちっちゃい頃にあったけど、まあ、それ忘れて大人になって、まあ、普通の生活をしてたんですけれども、ある時ですね、8年前になりますかね、沖縄市でキジムナーフェスタという世界の、はいはい、パフォーマーが沖縄市にやってくるというイベントがあったんですけど、そこで出ていらした芸人さんが打ち上げの時にこうビールを飲む姿を見て、やろって思いました。その姿を見てですか。はい、その達成感とか。そう、それをきっかけでなぜ風船に行ったんですか。うん、ちょっと家族の話になっちゃうんですけど、まあ、子供も、お母さんになったのでいろいろ喜ばせようと思っていろんなことをしてました。中に風船があったんですけどね。素敵だね。そうなんですね。その、お花は元からつ、自分の顔です。そんなわけないそんなわけないけ今お母さんって話した後にその日さあ続いて人間失格さん、興味を持たれたきっかけは。もともとアニメーションダンスをやっていて、それがずっと好きだったんですけど、こう、まあ、こういうウェーブとかダンスやってで、まあ、練習してたんですけど、こう、まあ、なかなか上手くなっている実感がなかったもんですから、もう人前でやろう、人前で修行するのが多分一番いいだろうということで、ただ生身の人間がですね、路上で踊ってったら周りの人に気を使わせてしまうじゃないですか。変な人が踊ってるなってなるので、こう、まあ、人の役に立つことで、かつ自分のスキルアップにもつながるものが、役に立ってる。さあ来い、さあ来い、さあいいよ、そこだよね、追い詰められてますよ俺は。そこだよね、すぐ名刺出しました。うんっては言えないから。人間失格さん、本職というか普段は何やられてるんですか。本職はですね、ボリシンコーポレーションっていう芸能事務所のマネージャーやってます。ああそうですよね、私多分お会いしたことあるんですけど、はい、今白すぎて全く誰かわからないですよね。でこれ、ここで本職を聞くってことは、絶対これで飯食えてないだろうなっていう前提でね、2人聞かなかったもんだって さあお送りしますゼルキュー 8TV、 大道芸人の方々を招きしてディスカッションしております。さあ後半もいろいろ聞いていきたいと思います。はい、皆さんに質問なんですけれども、苦労だったり悩みだったり、そういうのをちょっと聞いていきたいなと思います。ケンジさん、どうですか、はい、苦労とか悩みとか。苦労はないです。はい、ないですね。ただその悩みというか、はいはい、それは道具がどんどん増えていくので、その置き場に置き場に困る。子供が3人は育つじゃないですか。はいはいはい、かさばるじゃないですか。うん、道具が多くなるじゃないですか。うん、嫁と自分の立ち位置がどんどん狭くなる。いやでもそれって嬉しい悲鳴でもあるよ。パフォーマンス内容で例えば火を口に入れるとか、はい、どういう練習方法なんですか。火を口に入れる練習をしますね。もうそのままやんけ。そんな勇気。そう、勇気ですね。勇気。勇気とちょっと心配してくれる誰かがいると頑張れますね。やけどしたことあります。もう、はい、顔が一回全部焼けたとか。すごい。それ苦労じゃないんですか。続いてファンキーさん、はい、苦労は、あれですね、風船代がかさむということですね。私意外とサービス精神旺盛なんですよね。これぐらいでいいのでこれぐらいの値段でって言われても嫌なんで、これだけやりたかったらそれ以上やっちゃうんですよ。おーすごい。赤字でやる仕事も結構多くて、苦労したくないので、上手にごまかして生きてるんですけど、要はだからその芸が足りないから喋るっていうのも私も打ち明かしてますけど
いや、まるで芸がないみたいな。そういうね、そんなことないですよ。そんなことないですね。なんかこの大道芸人さんは憧れるんですけど、うん、あの、なんていうの、ああいう商業施設とかで、うん、あの出演料とかが決まってて、うん、お客さんもちゃんといて、うん、ステージをやるっていうんじゃなくて、うん、あのお客さんから投げ銭を取りますよね、うん、真剣勝負なんですよね、うん、私も真剣ですけどね、うん、ただその本当の現場、過酷な現場で、うん、芸で、あの投げ銭でっていう人たちに申し訳ないので、うん、自分は大道芸人っていうのはあの違いますと名乗れないと、うん、今の言葉って重いね、うん、僕らも安易にさ、うん、大道芸人ってこう使うんだけども、うん、その不特定多数で目的が別のにあってそこ流れてる人の流れを止めて、うん、足を止めてもらってで投げ銭をもらうっていうことってものすごいハードルだよね、うん、考えたら、うん、ステージの時間が決まっててで出演ギャラが決まってて、うん、でここでとにかくこの時間やってくださいって言われるのと、うん、その全く目的外の方々が足を止める、うん、で投げ銭までしてくれるっていうのは、うん、これは醍醐味として大きいよね、うんうん、では皆さんに質問なんですけれども、まあ、大道芸人、ストリートパフォーマー、まあ、パフォーマーっていう職業は一言で言うとどんなお仕事ですか？ケンジさん、自分の表現で言うと、うん、芸の芸の商売、もしくはなくてもいい商売だとは思ってます。不景気になったらまず削られる仕事であって、うん、あればいいんですけど、本当になくていい商売だからこそありがたみをずっと感じながら やらないといけない仕事だとは思ってますね。そこはで逆にその、あの意味のないものってないと思うんだよね。全てに意味があって、うん、で意味があるからそこに人がいて、うん、でこの人は人のためにやってるわけじゃん、うん、だから僕はこの人間社会の潤滑油的な要素って多く占めてるんじゃないかなと思うし、うん、だからここまでやってこれたんじゃないかなと思うけどね、うんうん、じゃあ続いてファンキーさん、はい、どうですか一言で言うと、私のパフォーマンスを一言で言うと、うん、まあ、生きてきたこのパフォーマーとしてね、プライドとか、うんうん、まあ、人生かな、うん、深い、うん、あの私の好きな人を演じていますので、普段の自分とは違う。違いますね。普段はね、もうね、うん、暗い人ですからね。そうなの？そうなんです。まあでも、うん、演じていたら素の自分も相当あの明るいやつになりました。普段も相当調子者になってますよ。昔はそうじゃなかったんです。自分で自分が嫌いだったんです。すっごく嫌いで、こんな人になりたいっていうのをずっとやってて、本当今は本当 こんな、じゃあ続いて人間失格さんどうですか？僕は、まあ、タレントの皆さんも含めスースーさんもアサトさんもそうなんですけど、あの大道芸人ストリートパフォーマーの皆さん、まあ、ひっくるめてエンターテインメントと思うんですけど、うん、そのエンタメのやるべき仕事って僕一つしかないと思ってて、うん、それはもう本当に人を幸せにすることだと思うんですね、うん、やっぱりいい作品だったりいい映画だったりいいパフォーマンスを見ると勇気が出るじゃないですか。こんなルックスでこんないいことを言ってる、なんか僕にも勇気をもらってる視聴者ってたくさんいると思う。僕は信じたい。すごいいると思う。なんかよく喋るマネキンだなって思う。あさとさん笑いすぎ。真剣に。大切なことね。話振った時点からニタニタし、あさとさん。顔に出ちゃう子だからね。098TV。どうですか、3人さんはこれからの夢とか目標とかありますか？ケンジさん、はい、そうですね、嫁と同時に死ねればいいかなっていう。何素敵なね。いや、がつく、あのこれ本当に大道芸人としての夢は全くないです。じゃあ全くない。目標もあのそのできないバーターができるようになるとかっていう、うん、明日の目標はあるんですけど、うん、その明日のこともどうせいつかできなくなる仕事だし、うん、こういったものは、うん、そうするとそこを考えてゴールではなくて、まあ、一緒になってくれた嫁とどんな生活を送るかっていう行き着くところはに自分は置いていて、うん、同時に死ねたら一番
もいいかなっていうのは本当に思いますね。ね、あとはあの収納が増えるようになんか部屋を引っ越す。収納収納の前に収入じゃないの。そうですね、なんとかよろしくお願いします、ね、すごい素敵。ファンキーさん、夢とか目標は。夢は、うん、流れたいです。え、流れたい、流れたい、これするぞあれするぞって決めてやるのはもう頑張ってきたから、うん、あとバーンってもう手放してなんかあの何かの時代の流れにこうその流れ流されたいみたいな、うん、なんでただ一つ一つは丁寧にいい仕事していきたい。目標があえてその頑張らないところに価値を見出したいみたいな感じ、うん、そう、なんか意図的に頑張らないみたいな。分かるな、難しいんですけどね。いやでも素敵だと思いますね。素敵ですね。続いて、はい、人間失格さん、ファッションショーに出たいっす。ファッションショ ー, おー、あ、え、すごい、早い早い早い真剣に真剣 に結構食い気味だった。食い気味だったね。ファッションショーはラコに出るじゃん。いいんじゃないですか。おマジっすか。ガチめなトーンのやつ。マジっすか。ファッションショーじゃなくてなんて言うんですかね、この近くで動いてたらいいってことですか。そう、近くのマネキンがこう並んでる中で一人だけなんかやってほしいなっていうのはあるんですけど、ショーに出るってなると、そうね、色白いほら塗られてるから衣装汚れちゃうしね。そういう問題じゃないと思う。あれでした。リアル待って、終わるまで待って、終わるまで待って。細身だし長身だし、なんか普通モデルとしてできるんじゃないですか。すいませんね、うちのモデルたちがごめんなさいね。何も蓋もない話になってる。098TV パフォーマーですよ、大道芸ですよ、パフォーマーね。もしあさとさんがパフォー全然できてない。できてない、うん、ちょっとやってみて。私ちょっとできないな。いやこれ今持ってきたんだけど、うん、私、あさとさんね、風船似合うと思うの。何その風船が似合う。ちょっと抜いたり入れたりしてみて。これをね、抜いたり入れたりして。ちょっと待ってね、うん、てなことで、また来週。そうなの、得意でしょ。次回の 098TV テーマは、沖縄から世界のエンタメを夢に向かって遊ぶ学校とは。ドン。おい待って、ねえ、普通さ絵描くときって可愛い子細く描かない。